ルーラです。セイです。アリアです。メイです。シナです。ピンク、ラテ、ピン、リー、始まるよ。イエーイ。はい、アリア卒業しまーす。あの明るいことだよね。あの私たちからしたらそうだね。卒業しちゃうんです。卒業しちゃうんですよ、ね、あのついにこの時期がやってきました。卒業。卒業。はい、皆さんどうですか。私の卒業についてできればやめて、あの取り消しみたいなのをいただきたい。あれ、私は小5の時にピンクラテッションを持ってたんですから、高校1年生になるということで、もう4年ぐらいピンクラテッションにいたということで、結構長かったですね。やっぱ一番長かった。そうだね。みんなアリアのエピソードとかある。そう、ある。大事にしたのは、うん、お姫様ですよ。本当、うん、なんか本当にみたいな感じで、シンデレラだったりとか白雪姫とかそういう感じの印象でした。でした。思い出した。なんかあのカチューシャしてこのぐらいの長さを着髪してた時に、うん、青か白の服、そう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 、なんか白雪姫みたいって言われたことある。すごい。でもね、最近やっぱなんか違う。別になんていうの、お互い泊まってるとかそういうこと言いたいわけじゃなくて、なんかお姫様っていう高貴な感じのイメージから、なんかすごい親しみやすい印象もあるんだみたいな。やっぱ身長高くて、もう顔もなんかね、うん、すごい整ってるから。昔みたいに高貴な印象で、あ、高貴な印象で、ちょっとじゃあちょっと一回ちょっとやってみてもらって。印象だった。じゃあレイラ、じゃあレイラも最初もうお姫様で、うん、なんかもう尊いみたいな、尊い存在みたいな、いろいろ話せるようになって、親しみやすいし頼れるお姉さんみたいな、うんうん、お姉さん。あ、じゃあ、はい、どうぞ。最初アリアちゃんに会った時はもうすごいスタイルもいいし、顔もちっちゃいし、オーラもすごくて、うん、本当になんかもう憧れって感じだったんですけど、なんか休憩時間とかに一緒に喋ってもらった時とかすごい面白いし、なんか笑わせてくれるから卒業しちゃうの寂しい。そうね、アリアちゃんはあの雑誌の群れさんとかしてるの知ってたから、すごい前から綺麗だなって思ってたんですけど、実際会うと本当なんか見るよりも綺麗で、もうそれこそ白雪姫みたいなイメージで、でなんか初めて会った時はちょっとお互い緊張しててあんまり喋れなかったんですけど、なんかだんだん、私はそんな緊張しなかったよ。いや初めて会うのにさ、結構ガチガチだよ。ありがとうございます。そんなことなかったよ。はい。でなんか初めの方はあんまなんかお互いにガツガツ話しかけるみたいなのなかったんですけど、最近あの休憩時間とかにすごい、だから、うん、アリアちゃんといた期間多分この中じゃ全然短いんですけど、すごい仲良くなれて嬉しいんだけど、もう卒業ってことで感じます。楽しいね。楽しいね。なんでみんなさ、アリアの帰りの隣なの。実感が、ね、ないのですか。そこもさ、そんなにじゃなくて、こんな気でしょ。こんなに。ごめんって。長い間でしたけど、皆さん、本当にありがとうございました。視聴者の皆さんも、4年間の間、私がピンクラテ TV として参加できて、とても嬉しく思います。なんか急に悲しくなったんですけど、まあでも、まあ卒業してもちゃんと見守ってるから、うん、会いに来てね。忙しくて来ないよ。家で寝ないで。会いに行くから家教えて。家教えて。ちょっと突撃しないと。みんなとね、いろいろあって楽しい日々を過ごしました。皆さんも悲しいですか。視聴者の方だったら特にアリアちゃんがいて当たり前の環境だったような気がする。なんか初期からいてずっとだから、そうだから、
もう考えられないって、うん、多分いないっていうのが、うん、ってくらいに多分 すごい貴重っていうか、なんて言うんだろう、特別な存在じゃないから、まあ、でも初期もね、いなくなるから、確かにみんな悲しまないで、うん、高校生になったアリアちゃんの活躍に、活躍に期待してください。ありがとうございました。ありがとうございました。私と、私から、